だからね、やっぱりね、キャンペーンしてるおそらくね、庶民を潤わないんです町の財政が一瞬潤うんですけど、でもそれで結局すぐその潤いが終わってしまって、で小高町役場が小高市長になったわけでしょ。そうです。皆さんにとってはね、